皆様ごきげんよう、ゆりっぺです。はい、ということで今回は見つけました。はい、じゃがじゃーん。はい、こちら世界のごちそう博物館というシリーズのヤギのカレーでございます。ヤギのカレーなんですが、こちらの世界のごちそう博物館っていうのはたまたまね、本屋さんにこういっぱい並んでる中で、おヤギのカレー食べたことないぞと思って選びました。この珍食材っていうところに私は惹かれてしまったわけなんですけど、この世界のごちそう博物館自体はなんかスペインの煮込み、鶏の煮込みであったりとか、普通にインドカレーであったりとか、まあ、世界の美味しい食べ物の中でもこの珍食材シリーズ、重要なのはこの珍食材シリーズですよ皆様。で、他に調べたらそれはさすがにちょっとやばそうなので、今回はヤギのカレーからやっていきたいと思います。はい、ではこれレトルトなので早速電子レンジでチンしていきたいと思います。あーすごい、ちょっと待って、ちょっと待ってすごい、包装紙がすごい、包装紙開けるじゃん、じゃーん、なんかね、めっちゃ説明書いてあるの、やばい。でも一番人気なのがやっぱり羊の脳みそカレーなんだって。あー、これは食べたい。ちょっと検討します。チーン。はい、できました。まあ、チンしただけなんですけど、もしかしたら私ヤギ初めてなんじゃないか説浮上しました。なんかね、どうやらヤギはパキスタン、イラン、アフガニスタン、ヨーロッパではイベリア半島の山岳地帯パレスチナ、アフリカに生息しています。ヤギ肉は独特の臭みがあり、香辛料を加えて調理することが多い、低脂肪高タンパクなお肉です。初めてかもマジでヤギ、はあ、初めてかもしれん、超ワクワクしてきた。あのね、正直これチンした感想、あのね、レンジがマジで臭いなんか、確かにジンギスカンとかって結構あのやるとすごいお部屋が臭くなるんですよ。なんかそれに近いなんかね、独特の、なんかミルクっぽい臭みがあります。早速食べていきたいと思います。基本は煮込み料理がベースになっているとのことなので、まあ確かにね、トマト感とあれがある、あのカレーのカレートマトチキンカレーみたいな感じの見た目をしています。どれがヤギ、これがヤギかな、はあ、ヤギだ、初ヤギ、いただきます。あ、なんかね、なんて言うんだろう、なんかね、すごくね、ヤギってラムっぽい、ラム肉っぽい、なんか結構なんだろう、子羊でちょっと臭いタイプのラムっぽい味がします。で、味としては本当にトマトカレーっていう感じで、香辛料とか辛みとかは全然ないですね。で、結構なんだろう、本当にお水と多分スパイスとトマトとなんかそんな感じで、なんか簡単にいった感じがするので、カレーっていうよりはトマト香辛料みたいな、これアフガニスタン風なんですけど、こっちのご飯ってあまり食べる機会が多分ないので、なかなかね、新鮮な感じがしますね。ヤギ美味しい、ヤギ美味しいよ。あ、めっちゃヤギがいた。で、ヤギ結構ね、歯ごたえがあるタイプのお肉ですね。でも結構ね、なんか本当にいろいろと独特な感じ、あのね、とにかく独特な感じだよ。そのスパイスとかで臭みがあるから香辛料を加えて調理しますっていうのがあったので、なんか結構なんだろう、香辛料してたりとか、結構クマとかのお料理とかだとすごくね、ハーブを使ったりとかするので、ジビエ系はなので、そんなに臭みもなく、臭みっていうか香辛料臭さがなくて、なんかね、本当にさらっと食べられるようなお料理ですね。はい、ちなみになんですが、一応こっち見えるかな、さっきからね、実はひっそり置いていたんです。私こちらの商品見かけた時にもう一種類買ってしまいました。じゃがじゃーん。はい、こちらは
ベトナムのナマズのココナッツカレーでございます。そうで、ツイッターにね、ナマズ食べたことないっていうのもあり、ナマズのカレー見つけたって書いてある、ナマズ食べたことありますよみたいな結構リプが来て、結構ガン内してたんだけど、これね、ちゃんとね、ベトナム風でから、なんかベトナム推しで次回これを食べていきたいと思います。でもナマズもね、なかなか食べられなくない？でもなんか結構ね、白身魚としてなんか別の名前で売ってるらしいんですけど、私は食べたことがないので、こちら次回食べていきたいと思います。ごちそうさまでした。初ヤギということだったんですが、ヤギのお肉は本当にラムっぽい、本当にラムっぽかった。でなんかね、後味的には結構なんだろう、お口の中がすごいね、ラムがいる、なんかここら辺から、なんかここら辺からラムがいるの、ここら辺にラムがマジでいる。羊なんだけどね、いや、ヤギなんだけどめっちゃラムがいる。でこちらの、レトルト食品世界のごちそう博物館のヤギカレーはネット通販とかでも買えるので、よかったら皆さんネット通販とかでねポチポチして買ってみて食べてみてください。では皆様ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録ボタンとか高評価ボタンよろしくお願いします。はい、ではバイバーイ。